二宮上皇1月27日隊は日本の空手家で国際空手道遠心会館の館長である男性愛媛県八田浜市美ド町出身米国コロラド州デンバー在住1969年に極心会館阿波路道場へ入門並行して高校では柔道の稽古も積む第3回オープントーナメント 全日本から手動選手権大会に初出場し、3回戦で佐藤勝明と対戦、判定負けした。第5回全日本選手権ではベスト8進出で、牢山初尾と対戦したが判定負け、6位入賞。第1回オープントーナメント全世界、空手道選手権大会に出場し、準決勝まで勝ち上がり、佐藤勝明に判定負け、3位入賞した。 第8回全日本選手権では決勝に進出、秋田支部の佐藤としかずに判定負けし準優勝。そして第10回全日本選手権では準決勝で中村誠と決勝で三部刑事をそれぞれ判定で下して念願の全日本チャンピオンとなった。世界大会出場後、アメリカのニューヨーク州ホワイトプレーンズにあった大山茂の道場で正式に指導員となり、 文下生に稽古指導する傍ら修行する。その後、コロラド州デンバーに、自らの極真空手の道場を開く。1980年、死である子、足原秀幸と共に、極真会館を脱退。わら会館米国家本部長職を経て、1988年に、遠伸会館を設立。ばき空手の普及を進めている。また、ばき系空手流派の中で、 サバキチャレンジという唯一の世界大会を毎年開催している。スポーツジャーナリストの二宮清純とは同窓性。劇画、空手馬鹿一代では足原秀幸の愛でし、二宮のモデルの一人となった。ありがとうございます。